新型コロナの影響で3年ぶりの開催となった福引き大会。動物園の入り口には朝から500人以上が列を作りました。ニシキヘビの抜け殻やツシマジカの角など縁起物が当たると、お客さんからは大きな歓声が上がっていました。どこに飾ろう、あの机の上に飾りたいと思います。福岡市動物園は鳥インフルエンザの防疫措置に伴い、今年の干支であるウサギの観覧や触れ合い体験を中止しています。